生産所前で、つまり、どういう状況になっても私たちが声を上げる必要があるんではないかということを言うために、持ってきました。ですね、マルティン・ノーメーラーというドイツの神学者の父です。はい、はい、彼らが最初共産主義者を攻撃した時という詩です。読んでみますね。ナチスが共産主義者を攻撃した時、私は声を上げなかった。なぜなら私は共産主義者ではなかったから。次に社会民主主義者が牢獄に入れられたら、私は声を上げなかった。なぜなら私は社会民主主義者ではなかったから。次に労働組合員が攻撃された時も、私は声を上げなかった。なぜなら私は労働組合員ではなかったから。次にユダヤ人が連れて行かれた。しかし私は声を上げなかった。なぜなら私はユダヤ人ではなかったから。そしてナチスが私を攻撃した時、私のために声を上げる者は誰一人残っていなかった。つまり今全くもってどんどん押し詰められている今こそ声を上げ続ける必要性があるということです。頑張りましょう。そうですね、はい、はい。